こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。18歳以下に現金10万円がもらえそうですね。私は公式設定で15歳だからもらえます。本当に15歳ですよ。いやマジで絶対15歳だから信じてほしい。それでは本日のニュースはこちら。刑法、死刑囚さん精神的苦痛により国を提訴する。寝取られか。精神的苦痛イコール寝取られなのか、純愛過激派は難儀だな。死刑囚が死刑運用をめぐり国を訴えたことが話題です。死刑執行を死刑囚に当日告知する運用は憲法に違反し、非人道的として、死刑囚2人が国に精神的苦痛への慰謝料約2000万の支払いを求め、大阪地裁に提訴しました。現在の法律では死刑の執行は法務大臣による命令から5日以内の実施と定められていますが、告知の時期に関する規定はありません。私も聞いたことある。確か死刑の執行は当日聞かされるんだよね。はい、現在では死刑囚本人に執行の1時間から2時間前に伝えられるようです。そんな突然執行を言い渡されるのはなぜ。卒アルに謎の白紙ページがあるのはなぜ。昔は前日に連絡していたようですが、自殺する受刑者が出たり、それを防止するための監視係の負担が大きいといった理由で当日告知するようになったようですね。そして今回の件では原告側はこうした運用について、法律による適正な手続きを経た刑罰を定めた憲法の規定に反していると指摘し、刑事訴訟法では死刑の執行停止や不服申し立ての権利を保障しているが、現在の運用では死刑囚が弁護士に連絡する時間がないと訴えているのです。それにしてもたとえ裁判に勝って2000万もらえてもどう使うんでしょうね。地獄の沙汰も金次第ってやつでしょうか。そうだな。もし私が死刑囚になってから2000万手に入れたら、きっと全額慈善事業に寄付するだろうな。そんな嘘で世界ランクは上がらないからね。ネット民の反応は、早めに知った方が恐怖感やばそう。人の命奪ったやつに人権必要か。裁判所で死刑判決出た瞬間に執行したらええやん。わざわざ死刑になりたい犯罪者もいるんだし、毎日怯えるのも刑罰ではと、死刑囚の意見など気にするなという意見が大半でした。ちなみにヤフコメでは一線を越えたため書き込み不可となりました。ヤフコメップさ、本当は視聴者の皆さんにこのニュースについてどう思いますかと問いたいところですが、おそらく過激なコメントが多くなるので、この場では別の質問をさせてください。死刑執行には3つのボタンを3人に押させて心理的負担を軽減させるようです。聞いたことあるよ。1つは本物の執行ボタンで、残り2つはダミーなんだよね。はい、罪悪感を3等分にしようという配慮なのでしょう。死刑執行には手当があり、1回につき2万円ほどが支給されるようです。そこで視聴者さんに問います。もし執行ボタンを押せば2万円もらえるなら、あなたはボタンを押しますか。私は臆病者ですから、たとえ2万円だろうと100万円だろうと押せないと思います。へえ、ゆかりさんは押せないんだな。私なら武井壮にボタン3つ押させて、その後6万円でレジャーを存分に楽しみつつニートを堪能するけどな。ガチクズムーブやめろ。なんで武井壮がお前に6万渡すんだよ。それでは最後に謎かけを。死刑とかけまして、小室さん司法試験不合格と解きます。その心は。天受ける。そういうとこだぞ。ご視聴ありがとうございました。